9月29日松山市宮田町の富士九段松山で小町大神輿の皆さんが神輿の練り合わせを披露しました。この練り合わせは富士九段松山の1階でおみこしが展示されることに合わせ、その準備の前に行われたものです。会場には小町大神輿の関係者およそ80人が集まりました。小町大神輿の3体のおみこし、千木さん、八角さん、四角さんが続けて入場し、四角さん、八角さんの2体が迫力あるパフォーマンスを行いました。おみこしは10月5日土曜日の午後6時ごろまで富士九段松山の1階に展示されています。また10月2日水曜日の夜7時からはみこし屋台という神事も行う予定とのことです。